皆さんこんにちは。作曲家の西村直樹です。今日も西村ピアノアカデミーからお送りしています。今日2019年8月21日水曜日、今日の数波の言葉は勢いがつく。そして今日のビジョンは生命の和の音 432Hz、 真言宗総本山当時の調べ、この中から慈悲をお送りしています。JR 京都駅のそばにあります当時、その当時の調べを再制作しました。ぜひ手に取ってですね、じっくりと聞いていただければと思います。生命の和の音432Hz、 ぜひその波動を皆さんの体で感じてみてください。それでは今日一日が皆様にとって素晴らしい一日でありますように。